ホーム駅舎,駅舎駅舎内駅舎内肥前浜駅は、佐賀県鹿島市浜城にある、九州旅客鉄道長崎本線の駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅。互いのホームは、湖線橋で連絡している。下り線を通過線とする一線スルー配線構造となっている。当駅に停車する普通列車は、 乗降客ができるだけ古戦橋を渡らずに住むように配慮されており、上下ともすべて駅舎に直接つながる一番乗り場発着である。当駅で鳥栖方面からの電車の一部が折り返している。817軽電車に合わせて2両分のホームが重上げされている。駅舎は木造。鹿島市観光協会の観光案内所が入居しており、近距離ギップの未販売が行われている。 かつては、大和運輸悲前鹿島営業所による簡易宅駅であった。しかし、2007年に、キップ類の販売を終了した後、営業所自体も2008年3月に撤退している。2018年3月、鹿島酒造ツーリズム2018が開幕した24日に、駅舎のオープン式典が行われた。当駅は、木造の駅舎本体は1930年建築時の、 姿に復元し、物販やカフェとして使えるスペースも併設された。また、JR 九州は、駅の再出発を記念し、駅スタンプを設置した。さらに、観光案内所で乗車券の発売も行う、簡易委託駅となり、長らく組取り式だったトイレも推薦化された。2021年1月には、駅舎別当に、日本酒、バー、浜バーが開店した。 2016年度の1日平均乗車人員は196人で、ある。2017年度分から非公表。日本三大稲荷である、有徳稲荷神社の最寄り駅ではあるが、徒歩ではかなり距離がある上、バスなどの連絡交通機関もない。ありがとうございます。